両方いけるようなターンっていうのは中盤の選手絶対必須なんですよ。チャオ、元プロサッカー選手の宮野です。今日は中盤で使える、ターン3選やっていきます。ターン、中盤、まあ、結構これってキーワードになると思うんだけど、まあ、中盤の選手ってやっぱり左から右、右から左、これ行かないとダメだと思うんだよね、そうやって逃げ道がある。いい？だからこそ両方行けるようなターンっていうのは中盤の選手絶対必須なんですよ、ね。例えば左サイドから左サイドから攻撃ばっかりしてると相手のディフェンスも左サイドに寄ってくるから守りやすくなるけど、左から右にやることによって相手もどんどんスライドして、じゃあそこで右サイドをもらった選手は不利になるよね。いい？こういったサイドを変える時のターンっていうのが中盤の選手ではめちゃくちゃ大事なんですよ。今日はもうおすすめの、3戦、このターンする時の3戦のフェイントっていうのを教えていきたいと思います。1つ目はね、キックフェイント。いい？まあ僕は中盤から左サイドにこうやってパス出しますよって見せかけて、実は出さないで反対サイドにサイドチェンジする、okay？ これもうキックフェイントっていうのは、本当に中盤から前とかでもディフェンスのところでもよく使えるから、これは、すごい大事なポイントだと思うんで、意識してやってみてください。キックフェイントのポイントはあっちにパス出しますよっていう、ちょっとだけボールから離す、それから今みたいにインサイドでちょっと鋭くカットイン、カットインというかもうボールを巻き込んであげて反対サイドに早く持っていく、okay？ これはすごい大事。いい？でこうやってボール離して、あ、パス出すよ、出さない、パスを早く出す。いい？中盤の選手はこの切り返した後のプレーが遅いとプレッシャーって早いと思う。やっぱ中盤でね、人って集まると思うから、切り返した後のプレーっていうのも早くするっていうのも意識してくれれば、うまいサイドチェンジというかね、サイドチェンジができると思うんで、そこは意識してください。キックウェンドでさらに必要なのがやっぱりただ蹴りますよって言った時に、あっちの方向から来る時にこの足首もそうなんだけど腰のひねり、これがすごい大事なんで、キックフェイントするときは本当にリアルにあっちパス出すよけど蹴らないんだって言った時の腰のこっちからのグッっていう振りっていうのも意識してください。そうすることによって相手は本当に騙されてるもんで、じゃあこっちに引っ張っておいてあっちに行って逆にパスして展開するっていうのはすごいやりやすくなると思うんで、まあそういうのもね、一つのポイントだと思うんで、どんどんやってみてください。2つ目はちょっとドリブルするよって見せかけてしない、足の裏で引いてさらにパス出す。これも前やったことあるね、フェイントの足の裏だけど、今日はちょっとドリブル斜めに左サイド行こうかな、あ、行かない、方向変えてあっちに行こうって言った時、パスを出しましょうとかっていうフェイントです。この、フェイントの特徴はドリブルして急に方向変える、左サイドでなんか試合パス出したりな、あ、けどやっぱちょっと敵いそうだな、だから方向転換するときに大事なのがこの方向転換するときのスピード、アウト出して足の裏でまずはこう引く2回タッチするようなイメージね、トントンって早くボール触りましょう、トントンって今みたいに早く触る、こうやって引く、斜め、カタカナのム、ちょっとムイメージしてムって、あ、自分のボールはまっすぐなんだけど足は斜めムのように描くように今みたいにやってみましょう。ボールとボールの移動は L 字、足の移動はム、こうすることによって簡単に自分の足の裏を通ります。あとは足の、軸足、これを軸足よりもボールを引いてあげる、でこうやって横から押し出してあげる、ね、これを早くやることによって相手って本当ついていけない、こっちドリブルしてんだけど早く行ってパス出すっていうのがすごいできると思うんで、これも中盤でめちゃくちゃ使えるフェイントなんで、意識してやってみてください。ポイントとしては、足ボール引く方向は L 字、これね、けど足、僕の足よく見てて分かるんだけど、引いた瞬間もうこっちに外に離れてるの分かる、一緒に
一緒に下がっちゃうと逆になんかインステップとかでこうやって、なんで横にずらさないとダメなの。結構難しいじゃなくて、やっぱこのインフロントというかインサイドでこうやって横足の裏ちょっとインサイドの足の裏で、ボールを横に押し出してあげるっていうのが正確にボールコントロールできるから、斜めに出す、こうやって出すっていうことをやってあげましょう。ムーやった後押したら、今度は結構こういうなんていうかな、引き技で大事なのが足を入れ替える、ね、今軸足は右なんだけど、あっち右サイドにボール運びたいときには最終的には入れ替わって左足が左右軸足になるように OK。 この足の入れ替えをスムーズにすればするほど次の度への方向へのドリブルのスピードっていうのは速くなります。けどこれが遅いと今みたいにボールはどんどん先行く、自分の体は間に合わないっていう感じになっちゃうから、足の入れ替えのことも注意してやるのがすごいポイントだと思います。足の入れ替えのポイント、ね、体を速く動かして、やってみてください。3つ目はもう普通にアウトターンなんだけど、さっきのキックフェイントは自分の目の前をやってたんだけど、これはもう普通に左サイド行くよ、アウトでそのまま持ち出して、アウトでそのまま右サイドにドリブルか、そのままパスサイドチェンジに使う。いい。でこれも大事なのが、前の時のターンにやったけど足首だけでグッてひねってあげて、ちょっと切れスピードを出してあげて反対に行くっていうのがポイントです。斜めでプラス相手が今みたいに僕みたいに背中を向ける、この状態によってちょっとボール見えない瞬間が1回あるから、でそこの時にこっちにグッてスピードアップしてあげると、マークが剥がされると思うし、相手もくっつきづらくなると思う。また今度ね違うやつは教えるんだけど、まあこの進化系というかね応用編もあるので、まあちょっと楽しみにしてください。でこのフェイントの大事なのは、今みたいに足首を上から下にこうやって膝をね曲げて伸ばす、 OK、 曲げて伸ばしましょう。そうすることによって速いターンができるので、曲げて伸ばすとこの上から下に落とす時のボールの触りどこが、今みたいにもうこの側面の下らへん、側面の下らへんに上から下にキュッてやってあげてください。OK、 そうすることによってキレのあるアウトサイドターンから反対サイドにドリブルを運ぶかパスっていうのもできると思います。大事なのがここからキュッで、今みたいに軸足を、右足が軸足なんだけど、こっち行ってこうじゃなくて、このターンの特徴的には軸足が、わかるかな、左足で触りながらも左足がもう最後軸足になって反対足でボールをコントロールする、いい、キレを出しながら軸足になる、OK、ボールを早くグッて触りながらもこうやって軸足になること、この足触り足がすぐ軸足になってやる反対へターンするっていうのがすごい大事なポイントだと思うんで、そういうところも意識してやってみてください。
今回ね、中盤で使える、ターン3戦、紹介しましたけど、両方いけることがすごい大事です。じゃあそこで右から左、さっき僕は左から右の練習ばっかりやってたんだけど、右から左をできるように、しっかり練習するとか、ね、僕が言ったポイント、まあ、中盤にはやっぱりターンした後のスピードってすごい大事だから、じゃあどうやったら早く動けるかなとかっていうのも、考えるだけでもいいと思います。で、本当に相手を騙すためには中盤ってね、本当に、ね、騙しやすい環境にあるけど、それがうまくないと逆に取られやすいところでもあるから、まあこういうターンするときとは、すごい慎重になりつつも、大胆にちょっとやってみてください。ご視聴ありがとうございます。この動画を気に入ってくれたら、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。